今年もどうぞ最後まで存分にお楽しみください。申し遅れました。私は本日の司会進行を務めさせていただきます、林ゆかりと申します。どうぞよろしくお願いします。最初にまず皆さんにちょっと残念なお知らせなんですが、本日第2回公演に出演予定でした新琴に天風龍神なんですが、都合によりまして午前の第1回公演のみの出演となりました。あらかじめご了承ください。この時間は出ますから皆さん安心してくださいね。それでは開催にあたり主催者よりご挨拶をさせていただきます。よさこいソーラン上川中央支部支部長です、塩尻秀明よりご挨拶申し上げます。会場の皆さん、おはようございます。本日はたくさんの方々にご来場いただきまして誠にありがとうございます。あいにくの天候の中ではございますけれども、このようにたくさんの方に、いらっしゃいただきまして、旭川市内はもとより道内各地、そして全国からですね、飛行機に乗って、旭川まで、来ていただいている方もいらっしゃると聞いております。本日の神戸祭り、今年で11年目に入りました。昨年10周年記念公演を終えまして、新たな、1年目のスタートと、考えております。その11年目の、今日の神戸祭りでですね、たくさんのゲストチームさんも出演いただきまして、盛大に、開催すべく、会場の方に駆けつけていただきました。そして本日この神戸祭り開催にあたりまして、たくさんのご支援ご協力をいただいた皆様、本当にありがとうございます。また昨今ですね、よさこいソーラン自体人口も減っている中、このように盛大に神戸祭りを開催できるのも日頃から応援していただいている皆様の、おかげだと思っております。最後になりますが、これからもよさこいソーラン祭り、神川中央支部としてですね、まだまだ、盛り上げていきたいと思っておりますので、変わらぬ皆様のご支援ご協力をいただければと思います。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。さあ、それでは第1回公演進めてまいりたいと思います。この大会公演は全チームなんと32チーム、時間にしますと3時間30分を予定しております。皆さん長くお座りいただきますので、ちょっとお尻を右に左にしながらですね、どうぞ最後までお付き合いいただきたいと思います。さあ、それではトップバッターピアドラゴンの皆さんの登場です。ピアドラゴンは結成今年で7年目になります。現在20名ほどで活動しているそうです。月に一度のペースで南茶祭り本舗の皆さんの指導のもと練習やイベントに参加をしています。よさこいが大好き、踊るのが大好き、いつも元気なピアドラゴンの皆さん、ぜひ皆さん会場を盛り上げてくださいね。それではトップバッターピアドラゴンの皆さんです。